の儀式。私たち、コックリさんと約束したの。願い事を叶えてくれたら、血を捧げるって。願い事？彼女たちの願い事の内容が気になったが、堀川はそのまま続けた。はじめはみんな面白がってやってたんだけどね。途中から怖がって脱ぎ上がる子が出てきたの。だから血が足りないって、コックリさんは怒ってらっしゃるのよ。その途中で嫌がった子っていうのは？そう、ご想像の通りよ。長谷部成美さんと伊藤香織さん。答える堀川の口元はつり上がっていた。これで完璧に今回の事件とコックリさんがつながった。バカバカしい！血の儀式？コックリさんが怒ってる？あなたたち本気でそんなこと言ってるの？だとしたら一度カウンセリングを受けることをお勧めするわ。ひとみさんは怒りと軽蔑を込めた強い口調で少女たちを叱責した。一方兄さんは黙ったまま、堀川真理と神山優香を興味深そうに見比べている。いいわ。私がコックリさんの正体を暴いてあげる。今この場でコックリさんなんて存在しないってことを証明してあげるわ。いいですね、校長先生。え、いや、しかし。私は医者です。よろしいですね。ひとみさんは強引に校長をねじ伏せた。いい？コックリさんは、自己暗示による筋自動運動で、超自然的霊的なものとは一切関係ないわ。もちろん人を殺す力なんてない。ひとみさんが断言するが、それについては僕の中でまだ未整理の状態だった。コックリさんが殺したかどうかな、別にして、常に二人の少女がコックリさんに関わり死んでいるのだから。いや、二年前に死んだ佐喜多美沙も含めると、三人か。それじゃ、始めましょう。いつものようにやってみてちょうだい。ひとみさんが神山と堀川に手伝わせて、コックリさんを始めた。本当に大丈夫なのか？コックリさん、コックリさん、おいでくださいませ。コックリさん、コックリさん、おいでくださいませ。ほどなくして十円玉が動き出した。コックリさんのお出ましだ。三本の人差し指が集まる十円玉に、僕たちの視線も集中する。神妙な面持ちで状況を見つめる小暮さんに、兄さんが何かを囁きかけた。すると小暮さんの表情は、次第に恐怖で固まっていった。まったく、何を言ったんだか。兄さんは小暮さんのことを完全におもちゃ扱いしている。さて、コックリさんに何を質問してみようかしら。ひとみさんが寝踏みするように周囲を見渡す。あなた、山野恵子さんだったわね。ええ。コックリさん、コックリさん、山野恵子さんは女性ですか？ひとみさんは腰が砕けそうな質問した。当然、十円玉はウィーチャ版に書かれたはいを指した。コックリさん、コックリさん、山野恵子さんの年齢を教えてください。十円玉が1と8を指す。18歳という意味だろう。確認のために視線を向けると、山野恵子は一つうなずいた。これも正解だ。コックリさん、コックリさん、今何時ですか？十円玉が532を指す。時計を見るとちょうど5時32分。
これも正解。こんな簡単な質問ばかりで本当にコックリさんの正体を暴けるのだろうか。ひとみさんのことは信用しているが、ほんの少し心配になってきた。コックリさん、コックリさん、そこにいる小暮刑事の年齢を教えてください。十円玉の動きがピタリと止まった。コックリさん、コックリさん、小暮刑事の年齢を教えてください。二度目の問いかけでようやく十円玉がぎこちなく動き出した。コックリさんの答えは3と6、36歳。小暮さんの表情が怒りに変化した。コックリさん、コックリさん、どうかお帰りください。コックリさんにお帰りいただいて実験は終了した。小暮くん、あなたいくつだっけ？27であります。おっす。怒りを込めて小暮さんは答えた。そう、彼は老けて見えるが実は27歳だ。ひとみさんが満足そうにうなずいて続ける。なぜコックリさんは山野さんの年齢を当てることができたのか。なぜコックリさんは小暮刑事の年齢を間違えてしまったのか。理由は簡単。コックリさんは知っていることしか答えられないからよ。コックリさんは、すなわちコックリさんをしている人間の誰かの意思があって、その人物が知らないことには答えられないの。だから、小暮刑事の年齢を間違えた。36という数字は、あなたたち二人のどちらかが、小暮刑事の外見の印象から弾き出した数字よ。畳みかけるような鋭い量に、神山も堀川も反論しなかった。怒るでも悔しがるでもなく、ただ沈黙を守っている。そしてひとみさんは結論を述べた。コックリさんに人を殺す力なんかない。静かだが重く強い口調だった。そこには科学への信仰心というより、むしろ非科学的なものへの強烈な憎しみが感じられた。僕は当然、兄さんが口を挟むと思っていたが、兄さんはいつになく真面目な表情で、ひとみさんの背中を黙って見つめていた。コックリさんの検証が終わった後、兄さんとひとみさんは、残してきた仕事を片付けるため、それぞれの職場へと戻った。彼らにはまた大きな借りができた。二人とも気にしなくていいとは言ってくれたが、そういうわけにもいかないだろう。いつか、ちゃんと恩返ししなくては。一方、神山、堀川、山野の三人には、護衛をつけることにした。護衛には、捜査一課ではなく、小暮さんの手配で、所轄署の刑事がつくことになった。三人の少女は、この事件の鍵を握る重要人物だ。とはいえ、それだけで彼女たちに事情聴取することはできない。令状を請求しようにも、まず課長の許可が下りない。彼女たちの誰かが、コックリさんを使って、長谷部成美と伊藤香織を自殺させたんです。などといえば、課長は危機として僕に長期休暇を与えてくれるだろう。だが、もし第三の事件が発生するなら、犠牲者は神山、堀川、山野のいずれかだという確信があった。また同時に、彼女たちは有力な容疑者とも考えられる。手をこまねいて待っているわけにはいかない。次の事件を未然に防ぐためにも、護衛と称して、彼女たちを見張る必要があった。少なくとも、これで犯人は簡単には動けなくなるはずだ。三人の少女には、それぞれ護衛の刑事がつくことになっているが、完全に人任せにできるほど大きな器量も、
太い神経も持ち合わせていない。小暮さんと相談して、僕たちもいずれかの少女の家を張り込むことにした。問題は、誰の家を張り込むかだが、神山家を張り込むことにした。堀川家、山野家。まあ、断トツ堀川家でしょうね。あの、容疑者目線で行くと。容疑者目線じゃないか。もう濃厚な可能性があるのは堀川だと思います。ただ、犠牲者を出さないために、守るという意味で張り込むのだとしたら、消極的だった山野をやる、警察という力にすごく怯えていたから、彼女は何を喋るかわからない。だったらまず最初に口を封じるか。容疑者を張るか、それとも被害者になりうる人を張るか。堀川か山野か。うん、堀川で行きましょう。堀川真理の家を張り込んで、かれこれ6時間が経過しようとしていた。張り込みというのは思いのほか忍耐力を要する。それが状況証拠のみでの疑惑に基づく張り込みなら、なおさらのことだ。先輩、堀川は動きますかね？小暮さんは1時間ごとにこの質問を繰り返している。わかりません。動機は不明。証拠もない。しかし、堀川は無視できない存在だ。ん？先輩、誰か来ます？暗闇動く人影は、堀川家の前で止まった。2階の部屋を見上げているようですな。まさか、犯人では。行きましょう。動くな！警察だ！やっぱり。なんだよ、昨日のケツさんか。びっくりさせないでくれよ。